皆さんこんにちは、アロマサロンエンパワーの宮里です。今日はイージーエア、はい、イージーエアですね。じゃん。イージーエアについて少し話したいと思います。なぜかというと、重いイージーエアは今の時期っていうか、まあこの時期というか、すごくなんか役に立つかなと思って、はい、なんか、はい、これは成分がローレルリーフっていうのとユーカリプタス、そしてペパーミント、ティーツリー、レモン、カルダモン、ラビンサラ、ラベンサラっていうもので、をブレンドした、混ぜたオイルで、ブレンドオイルになります。イージーエア、イージーだから簡単に、エアだから、まあ、空気って言って、その爽やかな息遣いをサポートする香りがします、ちょっと嗅いでみて、はい、垂らして、はい、ああ、いい香り。何の香り？なんかペパーミントとか入ってるかな。ユーカリも匂いするかな。うん、そうだね。うん、まあレモンも入ってるみたいなんですけど、うん、ティートリーもカルダモンも入ってるみたいな。スーッとする感じ。うんうんうん、で、これは季節の変わり目に起こる変化をサポートしてくれます。で、なんか楽にこう、なんだろうな、すごいなんかこう空気を取り入れやすいというか、うん、そんな感じ、なんかスーッてする、もう本当にスーッてするっていうのが一番合ってるかなって。ペパーミントとかも入ってるので、で、これは胸とか、これは引用はできないですね。塗布と、そしてディフューズすることができて、香り、うん、で、胸とか、あとは背中、そして足裏に塗布することができます。で、はい、なんか就寝時、休む、寝るときにこうディフューズすると、こう爽やかな、こう、なんですか、空気というか、うん、息遣いができる。そうだね、うん、呼吸、眠りやすくなるのかな。そうだね、濃くになる、楽に、うん、小さいお子さん、そう、小さいお子さんも結構好きな人多いですね。で、ドテラの、このイージーエアのドテラの、成分の方を調べると、ブレンドオイルに関しては、どんな、シングルオイルが入っているかを書かれているんですよね。で、じゃあその中の成分についてまたさらに詳しく見たいときには、はい、携帯とかでもドテラタイムズっていうものを、検索します。で、ドテラタイムズの中で、ここのこの部分、3本線のところをこうクリックしてみると、今もう押したら変わった、こういう感じに出てくるんで、ここの、真ん中ら辺に製品情報、押してもらっていいかなちょっと待ってよ、はい、で、製品情報ってやると、こんな風に、こんな風に、出てくるので、この中のシングルオイルをクリックします。できてるかな？クリックすると、それぞれのシングルオイルが出てくるので、例えば、さっき入っていた、ペパーミントとか、で、ペパーミントとかをクリックすると、ここの下の方に、インデックスっていうのが出てくるんですよね。で、インデックスっていうのを押すと、こういうなんかメントールとか、冷やしとか、癒し、冷却とか、清潔サポートとかっていうのが出てきたりします。で、こういうところに成分が書いてもあるので、これをまた Google で検索をしたりとかするといいと思います。まあ、ここには少しですけれども、上の方に清潔サポートっていうののところに18シネオールとかっていうのがあります。ユーカリにもたくさん入ってるんですけれども、これをぜひ調べていただきたいんですけど、シングルオイルにはこういう細かい成分が出てくるので、
あのこれを皆さんが自分であのネットで検索をすると、あ、どんなことに自分の生活の中でそのどんなことにどんな時に使ったらいいかなっていうのがもっと分かることができるので、うん、ぜひ活用していただければと思います。これを知ることで、もっと使いこなすことができるようになるのですごく便利なので、うん、ぜひお試しください。 Easy Air は、爽やかな息遣いをサポートするブレンドオイルになるのでぜひお試しください。今日もご視聴ありがとうございます。皆さんの少しでも役に立ったと思ったらチャンネル登録そしてグッドボタン、励みになるのでよろしくお願いいたします。ではまた。